はい、こんにちは。セイクリッドブレイドやっていきます。で、今日の動画はね、今やってる降臨のジェナ降臨なんだけど、ちょっとキャラパワー的に簡単になりすぎちゃったんで、バックグラウンドで適当に鳴らしつつ他のお話をしていこうと思います。で、今日は6月の14日なんですけど、明日メンテナンス後にキャラが追加されます。で、きらめく花々ということで、ちょっと左側にお知らせの画像を出そうかな。はい、そんな感じで新規登場予定ユニットで4体いるのかな、これは。はい、で、この4体について予想していこうという感じのお話でございます。この4体について予想していきます。でね、この1体はね、多分みんなわかると思うんだけど、あいつですね。この赤い背景のやつ。こいつ、このシルエット、どこかで見たことあるぞって思ったら、こいつですね。ちょっと今、画像を出すんですけど、一番最初の方に出てきた、ディアナ。のオープニングからいたね、コウモリみたいな女性の方、女の子、ディアナ。こいつですね。こいつは確定だね。で、こいつ、敵としても出てきてるんで、おそらくその設定が合っているのであれば、炎系の属性で遠距離だね。遠距離タイプ。で、確か2チェインで、上と左下、右下の3方向に攻撃範囲。で、3チェイン以上で6方向に攻撃するっていう感じのキャラだと思う。で、アクティブスキルはわかんない。サポートスキルもわかんないっていう感じですね。遠距離タイプで、方向か。方向、3方向だから、ちょっとスレイ的な感じ。で、炎タイプなんでね、ちょっとね、シャノンより強いか弱いかで、使えるか使えないかが変わってくるのかなっていう感じだね。ちょっと変わったスキルだと嬉しいんだけどね。シャノンより強いかどうかだね。で、他のキャラなんだけど、他のキャラはね、今まで、絵として出てきてるキャラで、プレイアブルキャラとして出てきてないキャラは、あと2体かな。1体目が、この7、森の樹海で出てきたメーベルさん。いきなりちょっと情報屋として出てきたキャラなんだけど、シルエットがね、若干この紫のシルエットと似てるんだけど、微妙に違うんだよな。もしかしたらメーベルさんかもね。の属性とかはよくわからんけど、この感じ見ると、明らかに闇っぽいんだよな。キャラ的にも。闇っぽいよね。闇の複合かな？カレンが近距離でディアナが遠距離だから、複合型1体は追加されるべって思ってるんだけど、それがこいつなのかもしんないね。目ん玉にバラ刺さってて、ちょっと意味わかんないんだけど、こういう感じのメーベルさんが追加されるかもしれない。あともう一つは、11の1で出てきたこのバネッサって人。設定的にもあんまわかんないんだけど、こいつ、いやー、属性が火なんだよな。火属性なんだよな。見る限り。ただ、この、背景的にはね、バネッサっぽいキャラはあんまり見えないから、今回は出ないのかもしんないな。左側のピンクのやつは帽子かぶってるっぽいんだよね。こいつは、今までストーリー上出てきた気がしないから、ちょっとわかんないですね。あと右の方の青いやつも、兜かぶってて羽がついてるのかな。もしかしたら男キャラかもしれないけど、ちょっとこれもね、見たことないんで、この後ストーリー解放されたら出てくるキャラなのかもしれない。そんな感じですね。あとね、立ち絵出てるのは、あと帝国兵。こいつ出てきたらちょっと面白いんだけど、帝国兵。明らかに雑魚でしょ。1体はディアナで確定かな。遠距離タイプ。炎属性遠距離タイプ。で、もう1体がメーベルっぽいね。闇属性複合タイプっぽいんだけど、明日になったらわかるんで、明日ガチャ貯めて引いておこうかなっていうふうに思います。アップデートされたら、ちょっと他のアカウントでリセマラでもして、ちょっとね、スキルとか能力については動画出そうと思うんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、新キャラの情報はここまでなんで、あとはこの降臨ジェナのボコボコ具合をお楽しみください。この降臨クエストね、結構めんどくさいんだよな。チェイン数稼がなきゃいけないんで、
ルナリアとベントスレイ使ってますね。で結構みんなスレイじゃなくてシルバー使ってる人が多いと思う。手数多いかな。なんだけどね、やっぱね、レアのスレイでランタン直置きがかなりね強いんですよ。シルバーだと結構MP 消費激しくてターン数も限られてるんだけど、スレイ使うとね、まあ、魔法タイプなんで MP も回収しやすいのと、ランタンの直置きがかなり強いんでね、まあ、よかったらスレイのレア使ってみてください。ほら1812、めっちゃ強いわこれ。はい、そんな感じで実況はね、ちょっとここまでにして、残りはずっと映像を流して終わりにしようかと思いますので、皆さんよろしくお願いします。私の専門これも最近の若者は礼儀が足りないと思われる。ああ、チェリー、どうもどうも。これも